ペルセウス座は北天の星座でトレミーの48星座の一つ。有名な偏光性アルゴールがあり、毎年ガンマ星付近に放射点を持つペルセウス座流星群も観測される。アルファ星、ベータ星の二つの二等星がある。以下の構成には国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。かつてアラビアにはプレアデス星団を中心にして、 ペルセウス座を通って、カシオペア座までを一方の腕、クジラ座のベータ星と乳星までをもう一方の腕と、みなした、プレアデスの両手という意味のアイコールスライヤーと呼ばれるアステリズムがあった。そのため、ペルセウス座のアルファ星、クサイ星、星には、それぞれアイコールスライヤーの体の、肘、肩、肩,肩甲骨を指す固有名が付けられている。大見はゼウスと、 ダナエとの間に生まれたペルセウスは、セリーポス島の領主、ポリュデクテースから怪物、メデューサの首を持ってくるように命ぜられた。アテーナーやヘルメイス、ヘスペリゲスらから助力を受けたペルセウスは、見事、メデューサを倒し、また海の怪物系トスの生贄にされようとしていた、アンドロメダー姫を救った。天井のペルセウスは、右手に剣、左手には、メデューサの首を持っている。 メデューサの首はあまりに恐ろしく、見たものは石になってしまうという、ありがとうございます。